森本学部は、大阪府大阪市鶴見区出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。大阪東院校3年生の夏には、三木はじめのいる上空校に敗れた。高校時代、当主以外のポジションはすべて経験したという。福井高大時代は2年生からレギュラーを獲得し、3年生時には、全日本大学野球選手権大会に出場するも、相川良太のいる。 東海大に敗れている。4年春中ベストナイン、秋は区主打者。大学卒業後、シダックスに入社。1年目にはレギュラーになれなかったが、2年目からはベストナイン遊撃手の突然の引退により、ショートのポジションを獲得。3年目には補強選手として、第73回都市対抗野球大会に出場し、ベスト4に入りしている。2002年度ドラフト会議で、 福岡大英ホークスから6巡目指名を受けた。1年目の2003年に故障し、ルーキーイヤーはリハビリで過ごした。その後も、怪我などもあって、なかなか一軍出場ができなかった。しかし、3年目の2005年に一軍初出場を、果たすと、プロ初安打、初打点を記録。2006年には、自己最多の出場機会を得て、川崎宗則の,の大役スタメンや守備がため、 本田雄優一の二塁手定着後は三塁の守備固めなどで起用され、初めて一年を通して一軍に定着した。二手五55試合、三塁で20試合、遊撃手12試合と、様々なポジションを守り、チームでただ一人年間無失策を成し遂げた。2007年4月に川崎宗則の怪我で出場機会をつかみ、遊撃手などで出場した。 川崎の怪我が感知してからは2軍へ落ち、2軍でも打率1割台と不調で、その後は1軍にほとんど上がれなかった。2008年は前年より出場機会が増えて54試合に出場。2009年は開幕戦で松田信弘の骨折で途中出場。その後も勝負強い打撃を買われ、スタメンに定着した。松田の復帰後は年間を通じて、 内野手のバックアップ要因に定着。不調が続いた川崎、ホンダの代役としてスタメン出場することもあった。松田の二度の長期離脱で空いた三塁を71試合、守ったのをはじめとして、一塁で9試合、二塁で10試合、遊撃手も1試合務めて、内野の全ポジションで出場した。明るい性格でファンも多く獲得し、ムードメーカーの役割も担った。 2010年6月29日の対、千葉ロッテマリーンズ戦にて、プロ入り8年目にして、初本塁打を打つ。この試合は4アンダー5打点と活躍した。シーズン全体では、打撃成績を落とし、出場試合数も少し減らしたが、1塁手を32試合、3塁手を27試合、2塁手も1試合こなして、内野陣をバックアップした。2011年は、 若手の赤市武氏の台頭などで出場機会が減り、10月1日、現役引退の意思を固めたと報じられた。同月14日、正式に任意引退工事された。高校時代の同級生の影響もあり、大阪市で介護福祉業の会社を起業、経営。2017年に現役時代を過ごした福岡に老人ホームをオープンした。 勝負強い打撃と内野全ポジションを器用にこなすユーティリティ性が武器。明るく気さくな人柄の持ち主。ソフトバンク時代はチームのいじり役であると同時にいじられ役でもあり、貴重なムードメーカーとして年齢問わずに愛され、ファンからの人気も高かった。名前の読みを学ぶと間違われることが多く、後輩選手から学ぶさんと呼ばれると学ぶちゃうで、サトルや、 と返すのが恒例となっている。ありがとうございます。